英語の英作本当にできてたのか、どうなのか採点に物申すになっちゃうじゃないですか。これちょっとこれなんで直してないの、ちょっと検索してるやつ出てこい、採点採点したやつ、怖い、もしの採点がおかしいと、いやいや、そんなこと言ってで始まりました、もちろんチャンネル。さあ今回ですね、はい、東大模試で A 判定取ったら、はい、ちょっと調子に乗ってるっていう、いや全然乗ってないです、毎年本当にもう、はい、皆さん僕は謙虚に行きたいんでそんな川合さんにおいでいただきました、はい、もうただのガリ弁もう消えちゃいましたからねもうただのガリ弁です、もう全然ガリ弁じゃなくて、バイトしてる。35歳東大受験生になりました。あ、はい、そうですよ、だからあのねタイトルも言ったんですよね、僕ね始めた時にね、あれつけると年々増えていかなきゃいけないから、変えていかなきゃいけない、だからあんま良くないですよ、タイトル変わっちゃうからっていう、ね、それすごい落ちる前提で話してた自分もよくよく考えたら悲しいって言ってんなと思ったんで、でも落ちなくてもあれ勉強チャンネルなんで、東大受験生だからあれか、東大受験生じゃなくなるじゃないですか。そうですね、東大生に変わる。そうかそうか、年齢だけじゃなくてそこもか、そう変わっちゃうんでね、あれちょっと向こう水でやってます、向こう水でレックレスでレックレス、はい、やってる。そんな田さんなんですけども、まあ東大模試満点じゃねえよ、東大模試ね A 判定だったけど、はい、ちょっと英語の英作も本当にできてたのかどうなのかって、はい、でも採点通りではないですか、わかんないです、まだ見てないんで、はい、採点を採点することもありえますので、はい、採点を採点、はい、どういうトピックでしたっけ今回の自由英作文の、はい、投資の様子、説問は、あなたは真夜中の交通量が少ない道の横断歩道の赤信号を守るか守らないか理由を添えて65から80字の英語で述べよっていうです、65から80字、5が字に変わったんだとか65から85でした。へえ、すごい、書いたことないですね、さすがにこれは。あ、初耳の。初耳です、そんな新鮮な問題ということで。そんなトピック聞いたことないわ、沢下さんのやつ、はい、When in the midnight、 ミッドナイトって1号ですよね、これミッドとナイト分かれてるけど、まあその辺はちょっとスペースがちょっと空いてるけどMidnight. A traffic light is red。ああ、トラフィックライトがレッドの時ってことですね。はい、夜に。なんか、A traffic light is red at midnight かな、それだったら。はい。語、はい、順が何ですか、はい、そうですね。あと、アットですね、普通、midnight は。I will cross the street. まあ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 、そういうことですね。はい、Even if the traffic light is red ってことですね。はい、そうです。トラフィックライトがレッドであってもってことですね。はいはいはい。赤の時はクロスするみたいな感じですけどね。青のグリーンの時はクロスしないけど、あそっか、赤の時はイブイブだとしてもっていうことの方がいいですよね、はい、そっか。で、アンのオブタはモーストワンのオブタ、オンのオブタ、ワンって書きたかったのがE が抜けました。One of the most important things of my life is time。 え、こんなに無駄にしてるのに時間をそこはいいじゃないですか、そう思い、理想、理想を書いてるんで、理想、はい、If の後ろにオルド、すごいな。If although there are no cars、 S 必要ですね、あ入れるんだったら、 On the street I wait for the traffic light to turn into blue じゃないですよ、 turn into green、 green ですね、グリーンか英語は。で、まあ形容詞だから turn green でいいわけですね、 into いらないですね。あ、そうなんだ、そうか。これなんで直してないの、ちょっとちょい検索してるやつこれだってね、トータルで原点部分1の E がないとこだけど本当ですか出てこい、おい適当に採点した採点者出てこい。あー、もうウェイストのスペルも違うんですよ、ワストウェイスト、E、 そうそう、ウェイ E がないですよね。出てこい、採点採点したやつ、ここは E、 ここは E ないの見つかってるけど、そうそう、 ここは E ないの見つかってないんですよ。なんだそれ、I will waste a couple of minutes、 このなんでこうなったんだろう。 If もし、なんで If になってんだ。 Although there are no cars on the street If I wait for the traffic ってことですね。はいはいはい、そうで、 If がこっちすごいことになってるな、これめちゃめちゃ挿入してるな、はい。で、I will waste、 そうですね、まあこういうの絶対とは限らないこと、はい、なんか Will 使わない方がいいんですけどね、 I might とかの方がいいんです、 might とかの方が、なるほど、そうなんだ。で、 You might think they are short timeThey are short time、 おかしい、こういうこと、あ、カップオブミニッツを指してるんでしょうね、多分ね。あ、That's a short time とかかな、だったら。 And don't need to care about the loss、 care about がない、そうですね、care は自動詞、 But I'm a learner for entering the University of Tokyo あー、なるほどね、はい、はいはい、そんな言い方ある、 I'm a learner ラーナーないですか。いや、ラーナーっていう言葉があるけど、はい、
ここでは使う英語使い方じゃない。 I study で入るためにみたいな感じで書いた方がそうですね、はい、I study for entering とか I study to enter the University of Tokyo とか、まあ、I study hard とか、うん、そういうのが入れた方がまあまあいいかなと思いますね、はい。And we can remember 10 English words in that time, during the time. その時間があればってことですね。そうですね。その時間があれば、10個も単語覚えられる。10個単語も覚えられる。As many as 10 words とかってね、やるといいかもしれないですね。なるほど。そうすると、10個も多くの。As many as、はい、強調しというか。うん、というのをやることができる。結構じゃあ実際何点ぐらい減点なんですかね。これは何点満点に今回はなってます、はい、あ、これ東大で発表してないので何点満点。今回の場合はですね12点です。12点で何点だった？10点。僕も8点。お前ふざけんの出てこいよ。 A 判定を返せ。ちょっとタイトル変わっちゃうじゃないですか。たわしの英作力を見るじゃなくて東進の採点、はい、に物申すになっちゃうじゃないですか。これはちょっとでも動画の趣旨変わっちゃいますよ。毎回僕東進さんの申し受けると、うん、結構やっぱ調子いいですね最近。いやこれでマイナスにしてんだったら他の文法ミスどうなんだよっていうここだけ見つかっただけで、ね、いや半分とかいくかいかないかじゃないですか。もう僕は半分与えないですね。じゃあ 5点ぐらいにしときます。まあなんていうか Time is precious みたいなことを言っていけば、はい、よかったんじゃないかなと思いますね。本当にただ言い訳はしますけど時間3分ぐらいで書きましたね。なんか You may think とかってなんで情報入れてますからね、わざわざね。いらないですよね、はい、この短い時は。そうですね、すごいな。そうですね、Ignore the traffic light はまあするで、実際はどうですか、はい、じゃあ赤信号で、じゃああそこの、はい、実際はもう守りますね、やっぱ。あそこの全然通らないところでも法律は絶対犯さない。法律は絶対犯さない、はい、まあ、赤信号守りますね。お、そうなんですね、はい、だって、守るって言わないとダメなんです言わないとダメじゃないですかってか守りますね、はい、いや、はい、川下さん、そんな17路は犯罪ですよいやいや、そんな法律ないと思うんですけど日本ではだから、うん、ちょっとね、自分でもこれはひどいなっていうふうに思います。なるほど、はい、そうですね、英作文はやっぱりスピーディーに正確に書かなきゃいけないですもんねそう、うん、ちょっとで、ね、これはまあね、採点ちょっと物申さなきゃいけないですね。こういうのってどうなんですかね、うん、こう東進さんとかに書いてこんな間違ってますよって送ったらやってくれるんですかねどうなんでしょうね。でもね、早いですからね、採点がもう、うん、1週間ぐらいで帰ってくるんで。そうですね、はい、だから、まあ、僕はどの部屋でやってるかも知ってるんで、収録スタジオに行けばやってる人がずらーっと並んでてたくさんいて、でも皆さん多分同じような、僕毎回受けてるんで、はい、結構毎回多分同じような採点基準ではあると思うんですよ、うんうんうん、優しいですよ優しいっていうか、悪い意味でいい言い方したらすごく優しい。なるほど、松原さんみたいなそれは放送カットのやつじゃないですか、どうせうん、あ、ちょっとこれはだって他のミスを完全に無視してますからね、はい、ちょっと英作見れない人が多分採点してますね。なるほど、なるほどです。ちょっと、はい、じゃあ写真撮って証拠。いやちょっとなんや、東進ディスるとかしたことないんでね。結果的に東進ディスることになっちゃう。したことないんで、あ、流しそうなったけど東進の悪口とか言ったことない。良くないですからね、基本的にはやっぱそういう。良くない。そうか、いやでもまあこれを言うことによってね、東大本番レベルもし受けてる人は気をつけなきゃな、天狗になってた、ね、毎回たわしさん A 判定取ってに落ちてるなとかですね、うん、それも事実ですし、ちょっと採点をね自分で改めてして、うん、改めて他の先生に見せたりとか、ね、自分でやるのは大変かもしれないですけど、はい、そうですね、他の先生に見せたりした方がいいかもしれないですね。うん、そうですね、それは考えた方がいいかなというのがあると思います、ね、あとはこれを見て東進側もおいちょっと待てよ、どういうことだってなるかもしれないです、ね、なる、採点基準が厳しくなるかもしれないですね。それはいいことだと思うんで、はい、より精度上がりますからね、判定の精度。ほんとほんと、そうですよ、うん、似てるか、ダメ社員たち。いやダメでしょ、そんなに言って、うん、お前らが適当な仕事ばっかりやるからこうなるんだということでした、はい、今回はたわしさんが模試の採点がおかしいと。いやいや、そんなことは言ってないです僕は真摯に答えを書いてたけど、はい、結構間違ってたよっていう、垂れ込みがあったということで僕は呼ばれて今、はい、来てて僕が発信になっちゃったじゃないですか、はい、という形でした、はい、今日のかんな、今日の動画の後ろにこれつけて、この模試の採点おかしくないですかつって予告編つけときますか、東進の採点おかしい本当に大丈夫ですかはい、ということでした、はい、ありがとうございました。 Thank you for watching。 ありがとうございました。